旧蘇我織物工場平竹住宅店舗、店蔵、矢野本店店舗、店倉、桐生新町は、上野国山田郡にあった町である。現在の桐生市本町と横山町にあたる。町屋や土蔵、のこぎり屋根の織物工場など、多種多様な建造物が残されており、国の重要伝統的建造物群保存地区として、選定されている。2015年4月24日。 カカー殿下群馬の絹物語の構成文化財として日本遺産にも認定される。桐流新町は上野国の東部を占める桐流領の拠点として桐流川の谷口に位置する山田郡荒戸村と久保村の一部を咲いて建設された。当初は荒戸新町と呼ばれたが後に桐流新町と解消された。気流式の産地である気流地域は 両毛企業地帯の中心地として栄えた。現在も町だけ当初の地割りが残っている。気流は天正18年に徳川市の領地となったが、それまでの由良市の城下町が手狭であったことから、荒と玄の赤木の森から、久保村の南端までの土地に新町を建設することを計画した。徳川市の大官であった大久保長安の命を受け、 にに派遣された手のの王の八重門によって、天正19年から慶長11年にかけて段階的に建設された。天正19年に、久保村から下とろぼりに通じる街道を幅5軒に広げ、その街道の両側に、間口6軒から6軒3尺ほど、奥行き40軒ほどの短冊場の町割りを行い、新町1丁目、2丁目とした。隣接する、 丘陵地に陣屋を構え、紀流陣屋と新町を結ぶ通路に沿って横丁が建設され、久保村の梅原天神社が赤木の森に移されるなど町並みが整えられた。慶長10年には南の下とろぼりまで町割りを行い、3丁目から6丁目が建設された。新宿村の上雲寺が6丁目に移され、慶長11年に新町が完成する。 以後、桐流新町は、市場町として栄え、天満宮境内で開かれていた、木主は、元禄2年からは三丁目の市神社境内でも、開かれるようになった。原文三年に、京都から高畑が伝わり、複雑な文様を特徴とする、久屋がおられるようになると、新町で開かれる、木主は、鞘師と呼ばれ、関東有数の木主として発展した。 明治22年の町村政志向に伴い、気流新町は、新宿村、安楽戸村、下久方村、上、久方村平井と合併して、気流町となった。ありがとうございます。